今日も社長の仕事を始めていきます。今日は311日目になります。今日のテーマは自分の分身を作るなということですね。でよくですね、言われるのが、自分の分身を欲しいという社長ですよね。もう一人自分がいたらいいのにっていうですね、お声とか悩みって結構あると思うんですけども、これって結構危険というか、会社の成長を止める考え方からというお話で、今日はその採用するときにちょっと別の視点を持ってやっていきましょうという話なんですね。で、なぜこの考え方が、よろしくないかというとですね、自分の分身が欲しいということは、自分と同じか、自分と同じような考え方を持っている、もしくは自分と同じような能力を持っている人か、もしくはそれよりちょっと低くてもいいから、自分と似たような人が欲しいという考え方なんですね。ということはですね、会社っていうのは、やっぱり社長の器以上に大きくならないというふうに言われてますんで、社長の分身のような人は来てもですね、会社というのは成長しないわけですね。同じような人がいるだけなんで、2人いるだけなんで、それで会社が成長するかっていうと、そうはならないということなんですよね。本来やらないといけないのは、自分の能力とかですね、そのアイデアっていうのを超えてですね、会社が向かうべき方向に連れてってくれるような人たちを雇うということなんですよね。例えばですね、大半の中小企業の社長は、自分でこう営業もやったりとかですね、あと開発もやったりとか、顧客サービスしたりとかですね、あとなんかこう、お金のことやったりとか、採用やったりしてると思うんですけれども、要は、幅広く薄くやってるのが社長なわけですよね。なので、同じような人がもう一人来てもですね、大して違いにならないわけなんですね。そうじゃなくて、本来やるべきことっていうのは、例えばその採用であれば、採用の分野で社長よりもはるかに経験があってですね、優れている人を雇わないといけないし、営業の分野でもですね、社長よりも営業が上手い人を雇わないといけないと、これお金に関してもそうで、社長よりも、うまくお金の面が面倒見える人を雇っていかないと、成長していかないわけですね。なので常に自分よりも上の人を雇っていかないとダメだという話になるわけですね。でもこれはなかなか人にとって難しいもんで、やっぱり人間ってエゴがありますので、その自分より優秀な人が会社に入ってくるのはやっぱ怖いっていうね、社長もいると思うんですけども、やっぱその壁を突破しないとですね、いつまでも自分より下の人を雇っていては、成長はそれはしないですよねという話になってくるわけですね。なので、今日のテーマとしては、そういう人を育てたりとか、採用するときの、基準というか考え方としてですね、自分の分身を雇うんじゃなくて、自分の分身を作るんじゃなくて、会社のあるべき姿に向けて必要な人材っていうのを雇っていくということなんですね。これ似てるようで大きな違いですし、当たり前なようなんだけど、大半の会社ではですね、そういうふうにしてないと思うんですよね。やっぱり自分より下の人を雇って自分の仕事は楽にしようっていう考えしかないので、これはどっちかというと守りっていうか消極的な採用の方法ですよね。自分の分身を雇うっていうのは。でも一方で、成長している会社っていうのはそうじゃなくて攻めの人材採用をしているですね、積極的に自分たちにはこれまでできなかったような専門的な仕事をしてくれてですね、でそれで会社をあるべき姿に導いてくれる人っていうのをやっぱり雇う、これが攻めの採用かなと思います。というわけで今日は、自分の分身を作るなという話でした。また明日お会いしたいと思います。